長時間のパソコン作業で疲れ切った私の目を助けてくれているモニターライトを紹介します。こんな風にモニターライトの光だけで本を読むことができます。我が家は薄暗くなるとこんな感じです。こんな時にモニターライトをつけるとこんな感じで優しく照らしてくれます。作業に集中できるちょうどいい明るさです。人の目に優しい500ルクスという明るさに自動で調整してくれます。プロの現場で使われるほど大変目に優しい商品なんです。部屋の天井照明だけだとこんな感じで右側や頭の上は明るいのですが、モニターの手元や左側が不規則に暗く目に負担がかかっていたことに気がつかされました。天井照明と合わせるとこんな感じです。モニターライトが全体を均等に照らしてくれているので暗いと感じることがなくなり、モニターの光が目に刺さりにくくなりました。モニターライトだけにすると部屋のギラつきがなくなり、落ち着いた感じでモニターを見ることができます。天井照明をつけていると周囲がギラついてしまい気が散っていましたが、モニターライトだけにすると集中力が上がりました。たかがライト一つで生産性や疲れが大きく変わることに驚きです。ライトの光の強さはオフィスなどで推奨されている500ルクスという明るさで、どのような状況でもその500ルクスに自動で調整してくれます。500ルクスだと明るすぎると感じる場合に、本体上部のボタンで自分の好きな明るさや色合いに細かく調整することができます。ボタン一つで今の最適な500ルクスに調整してくれます。手動だとこんな感じで非常に細かい段階で光の強さや色合いを選ぶことができます。この色の変化だけ見ても非常に質の高いモニターライトだということがよくわかります。使われている LED もノイズが少なく目に優しい非常に質が高い LED ライトが使われています。動画で見ても光が滑らかなのがお分かりいただけますでしょうか。使い方や機能の細かい説明などは後ほど説明します。部屋の電気を消してみました。モニターの光が思いっきり目に刺さってくる感じがあります。目が疲れていない方はそこまで感じないかもしれませんが、長時間パソコンを使っていて目が疲労困憊の方は使い続けるとライトの差を大きく感じると思います。ちなみにこのモニターは BenQ の 2K モニターで、キメが細かく非常に優しいモニターなんですが、それでも暗闇でじっと見てると目に光が襲ってきます。 2K モニターはすごく目に優しいので、このあたりの目の疲れ対策についても私のこだわりの持論を別動画で紹介させていただきます。自動調光だと光が少し強めなので、もう少しだけ光を弱くした感じが私の好みです。天井照明をつけると周囲が明るすぎてギラギラしますね。このモニターライトを使い出してからは作業中に部屋の電気をつけることがなくなりました。ライトの青白い光が強すぎるとギラギラして目が疲れます。パソコン作業をした後はなかなか寝つけなかったり、寝ても熟睡できないことが多くて困っていたんですけど、夜中はモニターライトのみで少し暗めの暖色系にするとリラックスして脳の興奮が和らいだ気がします。夜中は白くて強い照明は浴びないようにすると睡眠障害が和らぐ方もいらっしゃるかもしれません。大げさではなく、このライトは私に必要不可欠になっています。ここまでモニターライトがどういうものなのかお見せいたしました。続いてモニターの素敵な機能について解説した後に細かい使い方を解説いたします。今回紹介するモニターライトの会社は BenQ という台湾の会社です。パソコンモニターが世界的に有名で非常にクオリティの高い製品を作ってくださっています。私がこの会社を好きなのは、我々ユーザーの目に優しいモニターやモニターライトにこだわって製品を作ってくれているところです。こだわりチャンネルだけにリスペクトしています。
ですので、このモニターライトもモニターも世界屈指の品質の高い商品を販売してくれているので、安心して買える会社だと思っています。欠点はちょっと高い。はい、それでは機能の説明やメリットなどを解説していきます。メリットはスタンドライトと違ってモニターに載せるので場所を取らずかなりスッキリします。電源も USB から取るのでコンセント周りもぐちゃつかず配線をスッキリさせやすいです。かなりデスク周りがさっぱりします。次は目に優しいポイントで、これが面白いんです。顔にライトの光があまり当たっていません。こういう仕組みになっています。ライトが照射される向きが真下と綺麗に斜めになっているので、無駄な光が目に当たらなかったり、モニターに反射しなかったり、手元だけ的確に照らしてくれます。こんなイメージですね。これかなりいいです。光がかなりくっきりしています。従来のデスクライトだと目に光が入り込んで眩しかったり、モニターに光が反射して見にくかったり、手元が暗くて見にくかったり、こんなデメリットがありましたが、BenQのモニターライトはこの3つの問題点がないので、安定してモニターが見れるようになり、適度な光の量で目が疲れにくいように計算されています。実際にライトを置いてみるとこんな感じです。経験したことがある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。次に目に優しいポイントは LED のフリッカーがないことです。ブラウン管や蛍光灯のちらつきみたいなものなんですが、これがないので一定して光り続けてくれています。このちらつきがあるのとないので目の疲れが全然違うので、妥協したくない点です。そしてブルーライトの危険がないそうです。このモニターライト、かなり目に優しい高品質な LED ライトを搭載してくれています。この点がポイントが非常に高いです。ここまでで目に非常に優しい設計がされているということが分かりました。続いてモニターライトの使い方です。他の方の動画を拝見したのですが、操作方法の解説を間違っている方などがいらっしゃったので、私流に説明しておきます。モニターライトはこの3点を組み立てます。充電ケーブルの差し込み口をこの向きではめ込みます。購入直後は少し硬いのではめ込むのが怖いですが、問題なくはめ込みます。こんな感じでくるっと回すとうまくはまります。ほんの少し角度調整ができます。大丈夫そうですね。それでは充電ケーブルを挿していきます。タイプ C なのはありがたいです。あとは USB ポートにケーブルを挿して電源ボタンを入れるだけです。とても簡単です。今の容量で設置していきます。ただモニターの上に乗せるだけです。重さがあるので結構しっかりしていて非常に安定します。BenQのモニターライトはしっかりした作りなので非常にかっこいいです。一番右端のボタンが電源です。軽くポンと押してオンオフを切り替えます。続いて右から2番目のボタンは自動調光です。ここにセンサーがついていて、その時の部屋の状況に合った500ルクスに調整してくれます。自動で選んでくれた時の光の色合いを変えたい時は左から2番目のボタンを押します。ボタンを長押しすると一番黄色くなったり、一番青白くなったり、一番端の色合いに変わります。少しずつ色を変えたいときは軽くポンポンポンと押してください。こんな風に徐々に色が変わっていきます。この色合いの変化の滑らかさもこのモニターライトのすごいところです。明るい状態でもかなり色の変化があります。モニターの下に反射するようなものは置かない方がいいですね。こんな感じで好みの色合いに変えることができます。一番左端は明るさの調整になります。使い方は色合いの調整と同じで、長押しなのか単発で押すのかで好みの明るさに調整します。暗いところで見るとかなり変わっているのが分かります。
それでは私の好みに調整しようと思います。青すぎず黄色すぎずほんのり明るいぐらいがちょうどいいです。このぐらいですね。電源を消して入れ直すと最後に設定をしておいた明るさになります。パソコンの電源を切ってもモニターライトはついたままです。基本的に手動で消さないといけないんですが、モニターから電源を取っている場合にパソコンをシャットダウンしたら電源を供給しないという設定ができるのであれば、自動でライトが消えるようになるかもしれません。ざっと機能的なものはこんなものです。消費電力は 5W なので12時間使い続けてもだいたい 1.5 円ほどなので、かなり経済的です。部屋の照明をつけるよりも安く上がりますね。悪いところは特に私は感じなかったですが、一つ言うなら金額が少し高めなことです。ですがその分目にかなり優しい製品なので目の疲れの軽減が期待できます。見た目が似てるからといって安い製品を買うと疲れ軽減の効果が大してなかったりするかもしれないので、便球のライトをおすすめします。この商品の URL を概要欄に貼っておりますので、よかったら一度ご覧ください。目の疲れにはライトも大切なんですが、モニターがすごく重要です。またこの話を別の動画でしようと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。